Wow, chokey, chokey, great. Chokey, chokey, いやみんなこんにちは、ピーマンだ。さあ今日も早速冒険だ。うわーうわー助けてくれ、うわー出してくれ、うわー危ない、絡め取られるのかった。危ない危ない、もう少しでピーマンの肉詰めどころか肉詰めのピーマンなってしまうところだったよ。さて、そう、ここは岩がね、アイテムに釣られると岩がバキャーってなるんだよね。あいつ間抜けやな、本当にいつもいつも潰されて。でここも先に上に登ってしまうということだ。いやー今日もね、あのね、愛の選手さんは寝起き今日は7分後ぐらい、寝起き7分後ぐらいで今プレイしているよ。うん、やっぱ時間の有効活用やね。なんか効率銃っていうの、なんかもう寝てすぐあーってゆっくりする時間あるじゃん、みんなあると思うんだよ、うん、俺は。であー起きたわーっつって、みんなはなんか律儀にラジオ体操しながら、あのコーヒーとかラジオ体操しながらコーヒー飲みながらおしっこしながらうんこすると思うんだけど、いや俺ぐらいだとあーもう実況を撮るという、うん、なんという時間の有効活用、すごい出会いの選手さんは山田てめえらおいでね。暑い、起きたら暑い、最近もう布団を変えようかしらって思ってきたわよ。まだ羽毛布団使ってるんですよね。さすがにもう暑いけど、なんかさ今日さ、最高気温が27度とか言っててよ、もう俺はせっかくのゴールデンウィーク中だからよ、困ったやつだなっつって。27度とか8度っつったら夏じゃんっつって。今俺の部屋の温度計見たらよ、30度あんだな部屋の中、ふざけやがって。ここ2周目だと雲出てくるけど、さすがにハイスペック版1周目から雲出てくるなんてことはないよね。ないです、ないです。暗い私のツバイヘンダー、ツバイヘンダー、ツバイヘンダー、そこねえ、あのね、でも俺はあのね、基本的にはね断然夏の方が好きなんですよね。みんな夏とかは冷房つけると思うんだけど、俺はね夏、まあ俺も当然夏で冷房つけるよ、で冷房つけるんだけど、あのね俺は冷房つける温度がね多分みんなとはね全然違うと思う。俺絶対冷房は28度以下にはしない、絶対28度以下にはしないんですよ俺、寒いから。あそこの宝箱どうするか、先ちょっとこっち見ますね。よいしょ、ここ隠しね、あるんだよね。俺ね、究極寒がりボーイ21なんで。うわ、ここに雲いたっけ、あれなんかもうできなかったっけ。うわー、なんかいろいろ手に入れてここ水でしょ、ここ水 で俺は基本冷房は、まあ、30か20、マジでマジ冷房の上限温度、もう上限界ギリギリ温度に設定してるんですよ。みんな多分どれぐらい24度とか、まあ下手したら18度とか19度とかいう人もいるだろうけど、俺はね違うんすよ。これね罠なんだよねこれ、ですよね。でもアイテム取れるのか、ハイビーボールとかいらな。わわ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 、俺が一番この世で一番嫌いな昆虫、クモ。クモは昆虫じゃねえだろっちゅうがわくな。ここで言うと足6本以上あるやつは昆虫じゃねえよ。うおおおパンサンセー、演歌を歌う、演歌を歌うルパン三世、ルパンサンセー、ルパン三世、ルパン三世、うん、おいしい。
よし、これね、まずね、魔術師をぶち、もう強いな、ツバヘンヌ。さようならだ、小僧。うわうわあ、ハゲ、このハゲ違うだろって、ここもっとできなかったっけ。もう敵減っただろ、絶対。お前が最後の一人か、お前が本体か。マジ弱いな、ここ。もう敵もっといただろう。あれ、いなかったっけ、こんだけ現場くれんの、ここ。うっそでー、うっそでー、風情じゃーん、風情じゃーん、さーんせやー。あ、俺のルパン三世のモノマネ、ちょっとクオリティ下がったな。品質詐欺になっちゃうわ。品質詐欺って別に俺品質保証してないんだけどよ。これにさ、はしごがあって、Greeting! I'm Oswald! みたいなやついただろ。ダークソー2のオズワルドの名前なんだっけ、こいつ。うわ、雲がシコシコしてんじゃん。なんでこんな雲まみれなの、あなた、飼い主なの。何やらお悩みの様子とお見受けする。やつでもわかります。なるほど、クロムヤルだ、クロムヤル。なるほどね。こいつは罪をね、払えると。 NPC をと敵対してしまったら、こいつにソウルを払えば、まあ許してもらえるっていう謎システム。あー、どうする、お前また今度殺しに来てやる。お前また今度、多分こいつ殺しても多分こいつの装備手に入んねえと思う。こっからジャンプでも、そっちに行けますと。でまあジャンプしてそっちへ、あっちへ行く意味も今はないので、やべ、ここ遠距離系ないときついな。まあ関係ねえわ。一旦かがり火たいてそれにしてもさっきのボスマジ良かったな。まあ元からあんま強くないけど、なんか前はもっと、でも火力が高いのがツバエヘンダーの。ツバエヘンダー封印するわ。ツバエヘンダー封印します。じゃあマジいつまで持つかわからないけど、という意味深な言葉を残しつつ、やっぱモニスターでいくわ。ツバエヘンダー封印だ。え、こんな落ちてきたっけ。やばい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 。よしよし、うわわわわわ、なんかめっちゃ撃ってる。おっそおっそ、いやらしい音だね。城だね。女の子に嫌われるぜ。いやでも女の子にもよるのかな。いや何の話だこれ。いややめとけやめとけ。こっちにいると石森もいい。あ、そっちになったの石森。そっちとう、待ってろ、今行くぞ。おおおとう、来た、待て石森、待て石森、こっちには何もないぞ。おいしょー、シャギーン、くさみしの絡まれる。はっはっは、竜の方への風邪。あ、喧嘩やってら、喧嘩やってら、どっちが勝つと思う。俺はね、まあペイトでしょうね。まあペイトでしょうね。うわわ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 、この雲を参戦させようぜ。いった、かりたか、いきなり警告がかかってきて、手を貸してください。こいつ案外やりやがる。さあいいですよ、男の喧嘩に手は出さない。やっぱね、ペイトが長槍な分有利なんですよね、これ。ドアがいても、あ、でもクレイトスその場に差し込んでいく。クレイトスじゃない、クレイトンか、こいつは。最近、ゴッドオブ・ウォーというゲームをやりすぎで、クレイトンとクレイトスの名前の区別がつかなくなった。カウンターで間に刺していく。一発当たりのダメージは、多分ペイトが19ぐらいですね。ペイトが19とか16とかぐらいなところに対して、クレイトン32と30台のダメージを叩き出しているので、斧が入ったらこの先どうなるかがまだわからない。そしてクモも、裏にいるクモにも槍が何か届いている。新鮮なペイト、壁抜け攻撃。さあクレイトンも、クレイトンも反撃するが逃げ決めで差し込まれてしまう。3コンボを決めていきたい。3コンボ決まるが槍が長すぎる。さあどうなるこの展開。前回というか以前はグリーンピース伯爵でここの実況した時は確かペイトが、勝つという展開。
いや、これ分からなかったきましたね。でも若干クレイトン不利か。もう確定反撃を入れられちゃってるからな、ペイトンに。あ、でもここ分かんない。あ、惜しい。ここで耐えれば。あー、耐えきれませんでした。クレイトンの鉄仮面。さあ、勝者ペイト、何かひどい勘違いされたのでしょうか。とにかく助かりました。俺お、この先に私の隠れ所があるんです。私の宝物いつか置いてあります。好きなものを持っていってください。この鍵を使ってください。ジェルドラ隠れ所の鍵、センキュー。引っかかってやるか。しょうがねえ。ちねえちねえ。ダメだ。ここいつはここでこちらから倒す。こっちだザゴメ。あ、ここはさすがにいけないよね。いけるだろうって思うよね、こういうあの中、まあ、そこはゲームなので、そこはゲームなので。親切やな。お前死にそうやないかい。まあお前生かしといてやるよ、しょうがねえな。あのセリフ聞きたいからな。このあのセリフ聞きたいから生かすまであるよね。で、まあ、こっちに出ると、ここもなんか雲増えたね。こいつは雲亡者でしょ。雲亡者もいるし、雲増えた。いった、塊いって、いってえぞ、いってえぞ。ほら、びっくりしたぞ、ピッコロ。あっちであの、鍛冶屋にも会わねえとダメじゃん。こっちから鍛冶屋に会えねえんじゃなかったっけ。おら、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 いって、はえ、なんだこいつの動き。いって、つえ。雲をね、雲と合体してるんですよ、ここの敵は。俺にこれを使わせたな。俺、これを使わせたな。封印され試験、すごい変だ。じゃあ、この剣を使うごとに、肉帝国にどんどん取り込まれていくっていう設定どうですか。あの、弥勒の風穴みたいに。そういう設定をどんどん付け足していく愛の戦士選手。この剣を俺に使わせたな。ダメピーマン、その剣は身を滅ぼす剣よ。だがくそ、俺は一体どうすればいいんだ。ああ、タイマーチ、タイマーチ、オープンザドア、オープンザドア。これはどこに繋がってんの。このままこっちから裏行けるというやつね。でもあいつ、こいつら石効かないんだっけ。ザクザクしても効かないんだっけ。でここなんかさ、侵入来るでしょ。あー、みんな発掘してますね。あ、なんか棘に刺さりながらあそこ取りに行かなきゃいけないんだっけ。困ったな。こっちは何あるんだっけ。もうなんか敵出てこなかったっけ。ここは敵出ないのか。塊、これだけだっけ。でもこれなんかさ、片一方からあっちの方から転がってこれるだけでさ、こっちから帰れないんだよな確か。俺ジェルドラの一番嫌いなとこそこ。え、重くて開かない。なんで重くて開かない。なんだっけここ。え、ここじゃなかったっけ、隠し部屋みたいな。おい、うわ何もやめなさいって。重く切って開かない。まあ大変。ジェルドラ隠れどころ、いや怖え。この先男に注意しろ。評価しちゃった。いやこれちなみにあれだ、ミミックではないよね。ミミックではないけど、なんかの罠なんだよこれ。なんかの罠なんだよこれ。うん、あ、大丈夫だ、大丈夫だけど、こっちやべえな、こっちやべえな絶対な、こっち絶対やばいな。バカつんだよ多分これ。あっぶねえ、死ねばよかったのに。やってくれるね。
やってくれるね、ペイト君。ペイト君やってくれるね。この状態で話しかけに行ったらどうなるの。もう上戻れねえのか。マジクソだな、ジェルドラの構想は。反対側のあの武器屋のとこも話しかけないとな。ここなんもないの。あれ侵入来なかったけど、もう侵入来ないじゃん。なんで、あ、開けると侵入来んだっけ。侵入来なく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 ない。侵入来ねえわ。あれ取ろうかな。あっちのアイテムなんだっけ。あっちのアイテム取るわ。いてててて。いやいやいや。足つぼ。あいつらも、あいつらのダメージ、あいつらのダメージ音でまた大変なことになってるのか。びっくりしたー、マジ。もう一回取りに行くぞ。よいしょ。やばい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 。登らせません。登らせません。登らせません。おめえらを上に上げてやんねえよー。うれえ。言っとけ。これ武器壊れちゃうんだっけ。なんだっけ、大丈夫だっけ。武器の耐久クソ減ってそう。いや、あ、白サインがあるね。こう普通の人のサイン。あ、人狩り、小原。人狩りの小原。やばい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 。ここスルーして抜けるの安定なんだよな、本当は。スルーして抜けるのが本来なら。あー、待ってくれ、待ってくれ。あ、雲。ほら、落ちろ。燃やせ。やばい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 。はめられる、はめられる。はめられる。やばいやばいやばい、虹番じゃない、今。やばいやばい、やばかった、やばかった、やばかった、はめられる。おら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 、うーわー、マジきつかったー。大変な目に遭いましたよ、鎧抜き。なんだっけ、なんだっけ。おーのー、なんかさ、こう隠しみたいになってね、ここか。え、何の鍵で開くのよ、ここ。なんか、どうやって開くんだっけ。全然覚えてんな。こっちの鍵か。え、こっちの鍵、こっち鍵なんてあったかしら。よいしょ。うわー、いんのかい、そこに。そこにいんのかい。そこにいんのかい。そこにいんのかい。マジか、お前そこになったのか。おもろいな、お前。お前のシステム搭載されてんじゃん。封印されしもエクゾディアじゃん。ここで待ってたら落ちてくんねえかな。あ、これ落とせるな。落ちろ。よし。バカが、バカが、落ちろ落ちろ落ちろ。あぶー、そのまま落ちろ。すげー、まあいい、もう一度落としてやるまでだ。もう一度落としてやるまでだ。てめえ落ちろや。ツバエンダーが強い、マジ強いな。ツバヘンダー、左持ちツバヘンダーを舐めるな。あそこなんだっけ、またおしっこ漏らし猛獣じゃん。シュワーっつって、これ あれだね、自分にかかっちゃってるね、これね。癒し、あー、機関のほっぺんね。いるの、ここ。私全然わからない。おーらおーらおーら。さあもう行きましょう。もうボスも近いんでね、もうちゃちゃちゃっと倒してしまいましょう。よいしょ。さて、雲の巣と。どっから行けばいいんだっけ。全然覚えてねえぞ。あー、もうここはなんとなくノリで行くんだよ。で、こういうところにアイテム入ってる可能性もあるから、チェックしつつ、あっちにアイテムあんね。走れねえんだな、この上は。この上は、ネバネバしてて走れないんだな。うわ。邪魔だ、どけい。邪魔だ、どけい。松明だらけだな、この辺。こっちにもアイテムあるだろう。私にはわかる。暗い。
ファロスの石。ファロスの石で、ここ多分下落ちて平気。ここ下落ちて、あっちに向かってジャンプかだよね。ここは多分ないから、ジャンプ起きた。じゃあまたおしっこ漏らしもんじゃん。やった。でこの下はもう普通に多分降りて OK、 降りて OK で、ここにかがり火がある。あれかがり火ないんだっけ、ここ。あれ、ここかがり火ねえのか。もうかがり火ねえわ。なんか裏にさ白サインあんだよね、愚者の荒涼。なかったかしら。うわ、もう雲が湧いてきたよ。あれあんじゃん、これ誰のサイン。ボイド、ブーと。そう、ボイドくんだ。ボイドくんのサインは拾いません。もう雲がうざすぎるので先に行きましょう。とう、あ、このムービー流れるよな、確かな。この白竜シースのおそらくしたいと思われる、このあれから雲が集まってくるっていう。今危ない、これね。白竜シースのおえーっつって、白竜シースがおえーってやってる上から。来たー、フレイディアだっけ。なんか顔が取れてサッカーボールできるやつ。出たー。4ボスでは一番俺こいつ、いや一番かな、罪人も嫌いだけどこいつも嫌いだな。俺は罪人とこいつ嫌い。まずは、ちっちゃいのを大振りたい。使わせたな、私にこれを使わせたな。俺にこれを使わせる。あー、これ走れない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 。あー、無理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 だよ、その状況じゃ避けられないよ。うおー、一旦回復してあの小雲をやる。よし、あとはあいつ殺すだけですよ。なーに、簡単じゃないです。あーんあんあんチーズ。うわ、うわー、全然ダメ。これ炎ロースに切り替えるか。炎ロースに切り替える。うわ、あ、もう死ぬやばいやばいやばい、ぐだってるぐだってるぐだってる、ピーマンぐだってる、ピーマン大丈夫。よしよし、落ちていこう落ちていこう。まーっとそれ、まーっとそれだから、とりあえず落ち着いていこう。よしよしよし、大丈夫大丈夫。おらおらおら、いって、もうゴリ押し戦法じゃんそれ。いいいいいい、じゃあこれ逆にスパイ変なのがいいのかな。よし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 、距離取られて、でもこれ当たんねんだよ、おめえの足サク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 やりやがって。いったいった、大丈夫だ。ピーマン絡め取られるな、所詮雲や。危ない、余裕4から来てるよお前、こいつ余裕やん。よし、もう俺はレベルを上げてきたんだ、お前には屈しない。うわ、顔が入れ替わった、顔が入れ替わった。うん、肛門も顔だからこいつ、ケツ穴も顔だからな。よいしょ、ほら、やばいやばい、激しい激しい激しい、降りてこい降りてこい、この顔。ほら、あと2発、激しい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 、マジで激しい、降りてこい、こらマジ。ケツ、あ、顔がねえ、顔取れ、あ、顔取れてる顔が取れてる、こっち顔が取れてんじゃん。よいしょ、そういうことね。わーい、顔だー、サッカーしようぜ。ほら、翼くん、こっちだー。おー、でも雲残んのかよ、これ、ふざけんなよ。やべやべやべやめてくれメンス、やめてくれメンス、雲残んのなしだろ、なんなんだよ。あ、取れなかった、邪魔邪魔だー。あ、一人今影落ちてたなよーし、パクリューシースのゲロみたいな、これすごい。あー、おえーっつって、おえーっつって、
うわやめてくれやめてくれ、絡め取られてしまう、やめてくれ。青いね、この赤い理由よく分かってないんだよね、未だにね。8万ソウルまで溜まったぞ、ラッキー。でここにヴァンガルの体はもう出てこないと。お前はジェルドラコーなのか、お前。さてはどうしたんや、どうしてしまったんや、ジェルドラコー。貴様の剣はぬるい、ぬるいと言っているんだ、ジェルドラコー。見せてやる、俺のこれが本当の剣だ。ズブシ、懐かしい鉱木。もう何もないんだっけ、何もねえな。マジここ意味わかんないよな、本当意味わかんないよな。なんでここだけでエリア変わる田園職人が働くのか本当にわからない。いいじゃん一緒で。うわーここバゴーンってなるよ多分。もうビビるからな最初、クソビビるからなこれ。うわーうわーってなるよな、マジビビったわこれ最初。でねー、肉帝国の化身、お前が肉帝国の化身アンディールか、燃えてるじゃん、焼肉になってるじゃん。安全地帯万歳、どこが安全地帯だ。ここにたどり着く者が現れない、いつ以来だ。亡者や呪いを超えようと望むか、試練に挑むこと、それこそ亡者に課せられた使命、全てを諦め心折れた者以外はな。亡者は道は二つある、世の断りを継ぐか、あるいは壊すか、そしてそれを導くのは真の王のみ。幾多の者がこの場合にすらたどり着けず、そしてここですら道半ばに過ぎない。亡者よ、お前はそれに足る者かな。お前は何様なんだ。亡者よ、バンクラットに会うがいい。かつて王に最も近づいた男、道を示す表となるだろう。亡者よ、いずれまた出会えることだ。おら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 、なんということだ。肉帝国側のサイドの男と相まみえることになるとはな。じゃあ一旦帰りますか。